リスニングですかね、まあ、パッと見た伸びしろですね。そうなんですよ、リスニングがでも回答用紙間違えてガーッと記述して、はい、結構受けれなかったり、はい、殺到してて僕も応募しようとした時にもう全部埋まってたんですよ。ああなるほど、怖いんですよ今から。さて始まりました、もじゅうちゃんです。今回はですね、はい、たわしさんにおいでいただきました。はい、たわしです。はい、これでお入れいただいたというか来たんですけど、はい、まあもうこれが出る頃にはさすがに模試の結果、はい、動画出してますよね。そうですね、もうだいぶ時間経ってしまったんで、僕が前に来た時出すって言ってそこからもうだいぶ経ちましたけど、はい、そのじゃあ模試の結果公表していきましょうということで、はい、じゃあこちら、まあ、受けたのが寸大Z 会の東大実践ですね、はい、東大実践結果をじゃあ森田先生に見ていただいて、はい、ちょっとそうあれこれ言っていただこうと思います、はい、自分の感覚としてはどうだったんですか、やった時の。もう結構昔になっちゃったから覚えてるか分かんないですけど、そうですね、8月の模試なんですいません受けた時覚えてます、感覚とか。英語は結構できたんじゃないかなっていう手応えは、はい、手応えはありました。手応えはあった、はい、で結果がどうだったかというと、おー、こんな感じなわけですね。そうですね、はい、まあ、あとでこれ写真でこういうところだったんですが、ほー、なるほど。え、本番どれぐらい取ったんでしたっけ、はい、英語本番は英語僕60点でしたね、はい、本番は。で今回64点、はい、極めてコメントしづらいです。そうですね、なんかものすごい低いとかでもないし高いとかでもないし、はい、偏差値 54.6、はい、平均的、結構全体的にそんな感じなんですよね。そうですね、はい、平均点が 56.2 で64、数学80点中24点、数学がまだねちょっと時間かかってますね、偏差値 48.5、はい、あ、国語もね120点中46点で偏差値 48.2、 ここが50を超えてない感じですね。で日本史27、世界史22、地理教2科目合わせれば偏差値60にいくと。あ、やった時でも数学結構できたかなと思ったんですけど、あ、それでもそれでもやっぱり数学が本当にコメントしづらいですよね。そうですね、平均的ですねむちゃくちゃ悪いわけでもないんですけど、決して良くもない、ね、どうなんですか、ね、ここをこうしなきゃって言いづらいっすよね、はい、まあ判定で言ったら C 判定なんで、そう、 C、ただまあ B 寄りなんですよ、すごい。ああ本当だあと4点で B 判定、あと4点で B 判定、はい、B 寄りの C、はい、このC、うん、去年の11月受けたんですよ、うん、はい、その時あまりに悪かったので出さなかったんですけど、ああ悪すぎて、そうなんですね、はい、その時はもう E 判定で、はい、まあ、130点ぐらいだったんで、なるほどなるほど、じゃあまあ確実に伸びてはいるっていうことですよね。よかったです。なんでこれ出さなかったんですか、はい、伸びてるよちゃんとっていうの。いや単純にその怠惰、あー怠惰すいません怠惰ね、はい、その動画をね撮るっていう気持ちがどうしても乗らなくてっていう、うん、で細かく見ていった時に、なるほど、細かく見ても結構そういう感じです結構平均的なまあ数学がねがっつりやっぱ大問2つを0点ですから、これはでも数学は回答用紙間違えて全部ガーって記述して、はい、あ間違えてると思ってもう一回書き直してっていう、そのタイムロスから、あららららそうだったんですね、はい、大問2だけぐんと高くて、大問2を2つ書いてますね僕、そういうミスをしちゃったってことね、まあ、そこじゃあねもうちょっと数学は伸びる、まあ、伸びるんじゃないかなというのは、はいはい、すごいね授業をしていただいてますし、あ、日本史も世界史も一つはねぐっと言ってますね、大問ね。あ、論述結構できた感じですか。日本史これはなんかすごい高いですね、これはすごい高い、うん、まあ、だから日本史はこんなできると思ってなかったんで、うん、世界史日本史で引っ張ってもらってる感じなんで、うん、論述結構やっぱうまくいってる。あ、論述そうですね、まあなんか添削をめちゃくちゃやってもらってるんで、なるほどなるほど、まあ、ほぼ添削をしていただいてるんで、確実にやっぱ人に見せるってことはやっぱ大事ですね。そうね、今ね英作文に私添削してますからね、急にまたやってもらうと急に添削してくださいって来てもやっぱりそうですね、東大の英作文書かないとできないですね、そう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 、本当にそうです、やっぱ英作文って書かないといけないんで、とにかく書こうと思って、はい、アドバイス的な、英語はやっぱリスニングですかね、まあ、こうパッと見た伸びしろですね。そうなんです、リスニングがでもなかなか伸びない、30点中16点半分、はい、ここがねポンと取れてるだけでも、リスニングってなんかコツとかないですか、聞くしかないんですか。いや、まあ、聞けるとこなのか先にちゃんと読めてるかとか、設問選択肢あるじゃないですか、はいはい、その設問選択肢を読んでちゃんと頭に入ってるかとかですね。あ、東大のリスニングのその特徴みたいなのってあるんですか、ね、言い換えられます、本文の表現が。あ、だから違う言葉で質問ができる。そう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 、でだから同じのが入ってるのが引っ掛けによくありますよね。パターンというかあるんですよ、やっぱ好きな、あ、そこに気がつくと、あ、これだって。ただまあね、本番ね言ってましたもんね、音質がすげえ悪いと。いや、音質となんか発音
はいはい、なんか全然聞き取れなかったですね。もうなんかボソボソ喋るんで、それは言われてました。だ怖いんですよ今から、まあ、だからいろんななんか音声とかやっても結局プロの人が喋ってるじゃないですか、うん、あ、そうテプロクの本とかはね素人に喋らせてる。あ、そうなんですか。リスニングですかやっぱ一番伸ばしやすいのは。そうですよね、このどう見ても。 あと長文総合も低いですね、半分ですよね。あー低いですね、うん、確かに。これはもうちょっと取れるかな。見たいっすね、小説。偏差値で見た時もやっぱりリスニングだけ 50.9 なんで、はい、ここやっぱ周りの人もっと取れてるってことなんで、ね、周りの人取れてる人が多いってことですからね。0点がついてる白紙です。白紙やっぱり時間がまだこのまだ溶けきれなかったんですよね。どうですか、ようやくはまだ伸ばせると思いますよね。ようやく基本的に満点狙いたいです、ね、お満点狙いでいく文税上の方が、まあ、結構あってるね。多分1問ミスぐらいか。ああ、そう。英作文、まあ手術の一致とかミスってるわけですね。あと複数のSとか、あスペルミスもねいくつもしてますね。ああ和訳は結構減点されてるな、いろんなところが。最後1点ですからね、3点減点されてて、ね、もったいないですね。和訳はなんかコツはあるんですか。コツは、まあだから構文きちんと通るのはもちろんなんですけど、はい、ただそんなに難しい構文が問われることはあんまないんで。でも訳し方とかに日本語の、そうそこですね、日本語になんかしづらくしたり、あと代名詞来た時は結構要注意ですね。代名詞指してるものが問われた時は苦手な人多いですね。それ間違っちゃうともうもうおしまいですね。ほぼだからやっぱり一応文脈が分かってて、とにかく日本語に直しづらいもの、そこが厄介です。まあでもそれ過去問ですよね。そうね、過去問で、過去問やると特徴ありますやっぱり。ああ、狙いたいことっていうのはよく分かるんで練習した方がいいですね。で最後のやつが3点だけ、他の記述はダメ。並べ替えが僕あんま得意じゃなくて。あ、並べ替えが苦手なんですね、はい、それもったいないですね。これ数学、同じのを2個書いちゃった。同じの2個書いたやつ、ね、ここまで0点丁寧にでも解説で第2問を回答しています、重複回答しています。第3問は回答していません。すげえ、こんなにちょっとの論述でいいんですね、はい、こんなたくさんあっても。あ、日本史ですか、はい、こういう回答になるもんなんですか、よくわかんないけど。あと日本史はこんな感じ、ちょっとだけです、世界史は大論述って言って全部埋めるのがあるんですけど。世界史ってすげえ書く、はい、すげえ。そう、全部見なきゃ。だから600字とか字数オーバーで減らさせて。そうですね、こういうの多いんですよね、なんかその読んでなくて。ああ、なるほどね。とりあえず埋めちゃおうとか、なんかそういう焦りに弱い。単語的には強くなってますか、やっぱり。いや、まあでもこれね、ここはもう全問正解しなきゃいけないんですよ、東大受験生合格者は。なんでこれからちょっと忘れてる、まあ本当覚えたら忘れての繰り返しなんで、うん、今はどんな感じですか。前世界史重視してるって言ってましたけど。あ、今は依然としてまあ数学は重視で、はい、で最近模試とかまだ受けてないんでちょっと分かんないですけど、うん、ちょっと実感はできるようになってきたかなっていう。数学は毎朝やっぱり竹内先生と高田先生と、はい、まあ、2人に指導してもらってるんで、さすがに伸びてきてるかなという感じはします。で、他やってます、数学以外。あ、もう全体、まあ、英語は、まあ、リスニングも一応毎日してて、うん、まあ、英作文は、まあ、添削、はい、まあ、週に 2,3 回ぐらいは添削していただいてる感じで、はい、何の気なしに送って、あのだから1個が帰ってきてなくても次送っててもいいですか。ああ、もうストックタクです。なんかやっぱ他教科じゃもうボンボンやってってる感じですね、はい、結構本当、まあかなり手厚いサポートで結構やっていただいてるんで、うん、もう国語も、うん、国語もそうですね、最近初め国語ってなんかそんな上がらないっていうイメージあったんですけど、うん、結構実際は結構差がついたりするらしいという情報をいただいたので。共通テストはまだやってない。あ、それがちょっと不安なとこで、はい、共通テストの模試とかが結構コロナの影響とかで結構受けれなかったりとか、はい、殺到してて、僕も応募しようとした時にもう全部埋まってたんですよ、うん、ああ、なるほど。ぶっつけ本番に近い感じになっちゃいますね、その共通テストに関して言ったら。それは厄介ですね、そこがちょっと怖いですね、ちょっと本番に弱い。いやいや、そんな本番に弱いって認めたくないですけど、ちょっとなんか過去の。なるね、はい、いや本番に強いと思ってた方がいいです。本番に強いってずっと思い続けてやってました。思い続けます。本番に強い、アドリブに強い、そう、カメラに回されたら強い、滑っても大丈夫な心持ってる、はい、はい、心っすね、結局。そう、メンタルは大丈夫、メンタルは大丈夫、最終的にはメンタルですから。じゃあ、まあ他の教科もやってきてると。いや、でもまあ上がってきてるんで、まあだから、はい、いけると思います、はい、次はじゃあ英作文を見ていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。